今回は白ヘリ緑ツノカナブン、幽門タイプの、マット投入を、行います。以前は離脱した幼虫を、マットに投入していきます。作業そのものは至って普通なので、本ラインについての解説を挟みつつやっていきます。それでは早速作業に入ります。今回もカブトムシやクワガタの、飼育に使用した使用済みの、マットを冷凍、解凍したものを、使用します。ダイソー、パン屋さんにふんわりと、入れていきます。上部は擦り切りまで入れずに、少し隙間を空けます。今回のブリードで気づいたのですが、本ラインの成虫は、この角度から見ると上肢に青い部分が、見えます。アシコンラドシとのハイブリッドで、青を作るのがおそらく主流かと、思われますが、インブリードによって若干青い個体が、出てきたりする可能性は、あると思います。というのも、白ヘリとハイブリッドが作れないミカンス緑ツノカナブンにも、青い個体が存在するからです。これからもインブリードを続けて、特殊な個体の作出を、積極的に狙っていきます。続いて幼虫を投入します。いつも通りパン屋さん1個につき8頭入れます。数を抱えているのでプランターに、種をまいているような感覚です。蓋は穴を多めに開けたものを、使用します。通気性の違う蓋を何種類か、用意しておくと場面によって、使い分けができるので便利です。後からラベルを印刷して、貼り付けるのでコンタミしないよう、識別用の番号を貼っておきます。ということで幽門タイプの、マット投入でした。温度は24度程度で、管理します。先日投稿の2ラインと、同様、3ヶ月ほどしたらマット交換を、行う予定です。みんなも飼育してみてね。